どうも、達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね、元気になってきてるかなと思います。さて、今回ね、自分の、不安だとか、恐怖心もそうだけども、そういったものに飲み込まれづらくなるし、頭の回転も速くなるし、自分の気持ちの整理がやりやすくなるようなジャーナリングね、一緒にやっていこうかなと思います。他にもね、効果は結構あるんですけども、とにかく、自分の気持ち、頭の中にあることを鏡の上に書くということを始めます。今回は、3分間一緒にやっていきましょう。紙とペンを用意していただいて、3分間の間何も止めずに自分の頭の中にあることを書き続けます。それの時にポイントがいくつかあって、1つ、字は汚くていいです、漢字ではなくてもいいですっていうのが1つね、ポイントガーッと書いてください。で、2つ目、嘘ついちゃいけないですね。例えば、イライラするなっていう時に、イラつくって書いちゃっても、それを訂正しようとしないでください。そのまま書いてください。自分の気持ちをそのまま濁さず書いてください。というのが二つ目ですね。さあ、三つ目は、止めないということです。書くことがなくなったら、書くことがないと書いてください。これを3分間続けます。ぐーっと書いて、書くことがなくなったら、書くことがないな。で、また何か浮かんだら書き続けてください。これをずっと3分間一緒にやってみてください。ものすごく気持ちが、リフレッシュすると思います。では、今回はそういったジャーナリングをやっていきます。それでは3分間一緒にやっていきます。もしね、紙とペンがない方っていうのは、もし電車の中でやるんだったら、スマホのメモ帳とかでもいいんだけども、おすすめはやっぱり紙とペンです。では一緒にやっていきましょう。はい。一緒にね、止めないでください。どんどんと書いてください。自分の頭に浮かぶこと、何でもいいです。気持ちなこと、不安に思うこと、イライラすること、不平不満、全然関係ないことが思い浮かんでもそれをそのまま書き続けてみてください。漢字がわからなくても、字が汚くても、間違えてもそのまま書いてください。全部ひらがなでもいいです。自分の気持ちをそのまま書き続けてください。変に優しくしたりとか濁さないようにそのまま書いてください。書くことがなくなったら、書くことがなくなったと書いてください。結構ね、書くことがないが続くことが多いと思います。自分の不安がその思いのほか紙の上に書くとそんなになかったりするっていうのが結構面白い発見だったりもしますよ。さあ、どんどん書いてくださいね。こういうことが心配だとか、こういうことがイライラするとか、こういうことやってみたいとか、少しずつ自分の気持ちを言葉にすることで、その言葉通りその整理できたりだとか、さまざまな効能を得られます。あと30秒ほどです。3分間終わりました。結構こうダーッとね書くことがあると思うんですけども、
少し、あ、なんか自分の気持ちを全部吐き切れたかもって思うかもしれません。今回3分間なんですけども、本来はもっともっと、長い時間だったりします。けれども、完璧を求めずにね、自分の気持ちを書くということを始めてみて、そして続けてみてください。で、実際この書いたことを、こうバーッと読み返さなくてもいいです。ただただ自分の気持ちを紙の上に書き殴るっていうこと、気持ちを、その感情をそのままね、こう、言葉をきれいにしたりとか、そういうことはなしに、もうその思うままガーッと書き出すと、人にいろんなことを相談したかのような、その、なんでしょうね、頭の中がスッキリしたりだとか、自分の気持ちをこう、ね、人にぶつけるではなく、壁のようにぶつけて頭の中が整理できたりだとかね、頭の中にこう、ずっと残しておくことがイライラしたりだとかして、いろんなことが考えられなくなったりもするので、どんどん書いてみてください。そしたらね、いろんな効果が得られます。それについてもね、ちょっとずつまた解説していこうと思うので、まずは、自分の気持ちをガーッと書き殴るっていうことから始めてみて、それを、続けてみてください。さて今回は3分間の、ジャーナリングでした。ちょっとずつ自分の気持ちが整理できたりだとか、頭の中が整理できたりだとかして、ちょっとずつ不安が減っていくと思います。ではではまたこの場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思うので、自分の気持ちを紙にどんどんと書いてみてね。ではでは、また別の実践動画でお会いしましょう。